先ほど言ったようにね、約2ヶ月ぶりのねここでのおやつタイムなもんですから非常に興奮してテンション上がってますね。はい、それじゃあねこの子にも持ってきてますよ。この子でもね、まあ、約 2.3 って 2.2 ナブ、キロル君よりはちょっとちっちゃいんですけどもね、1匹丸ごと持ってきてますよ。はい、それじゃあはいミルクいいか、残さん食べるよ。よし、よいしょ。悩んでるな。どうしたの？ね、本当でしたら私ここに立ったらね、いろんなもので普段あげてる食べてるものあげるんですね。お野菜だとかトマトだとかね、お肉お魚とかっていろいろやるんですけど、これだけだもんですからね。ちょっと期待外れかなと思ってるかもしれませんけどね。お前頭から食べる？はい、この子はね、頭の方から行き始めましたね。大丈夫、硬くないの？はいはい、ね、キロル君は身の方から食べてましたけどね。バイバイ、ビーさん。それで今ね、こうね、むしゃむしゃとお魚食べてるこの子を紹介しますけど、この子の名前ミルクという子です。この子ね、もうね、今年でもう6歳になったメスのクマなんですけどもね、まあ、さっきね、キロル君の時も話しましたけどもね、今年もね、キロル君とまあね、ゴールデンウィーク前とゴールデンウィーク明け同居させたんですけどもね、まあ私たちの期待した通りにはならなくて、今年もちょっとね、この子たちのね、子供を取れなかったというのは非常に残念なんですけどね、また来年以降またね、楽しみにしていただければなと皆さん思うんですけどね、まだまだ若いカップルなので、非常に期待できるカップルなんですね、この子ね。おいしい？うん、ねえ、本当はね、持ってこればよかったんですけどね、この子トマトが好きだったりとかね、まあリンゴだったりとかね、いろんなもの食べるんですよね、さつまいもだとかね。綺麗だね。私今ちょっとね、ちょっと担当の関係でね、キリンさんもやってるもんでね、キリンさんの人工保育のね、昼一にまた別哺乳時間があるもんですからね、ちょっとね、毎日やってたパクパクタイムがね、ちょっと今できないもんでね、この子たちにちょっとかわいそうな思いさせたんですけどね、ですからね、この子たちもね、昼からのパクパクタイムがなかなかやってくれないなんて分かってるもんですからね、昼からの入りが非常にね、悪くなりましてね、ミルクなんか利口なんですよ。入ってこっち来てもね、何もおやつもらえないの分かってるからってね、非常にね、こう入るのにね、広い時がね、30分かかったりとかね、昼の入れ替えでね、とてつもない時間かかっちゃって、こっちも機嫌回るのに、どうしようかななんてね、ドキドキする日がね、何回かあったぐらいね、まあね、なんちゅうね、意外と利口なんですよ。読まれてるんです、私の行動をね。よろしいかな？今日は久しぶりだからよかったな、明日もやるからね。ね、毎年ね、先ほど言いましたけどね、発泡シロール協会さんとかね、こうやって毎年ね、まあ、全国の動物園のホッキョクグマにね、発泡シロール協会さんがね、こうやってね、ニジマスとかもね、プレゼントしてるわけなんですけどね、まあ、うちもこれでもらったやつ、今年もらった分をね、まあ、4匹あるんでね、今日2匹あって、明日の分2匹ということでね、もうこれで使い切っちゃうかなとは思うんですけどね、こうやってね、もらって、まあ、この子たちがね、非常に喜んで食べてるというわけなんですけどね。食べちゃった？2キロ食べればいいし、あと夕方まで持つでしょ、葉っぱ食べなくてね、あっという間に食べてしまいましてね、これ私も間が持たなくなりますからね、さっさでもこれでいなくなろうとは思うんですけどね、キリンさんの方が待ってますんでね、それじゃあどうもね、今日はありがとうございますね、はい、どうぞ物件見ててくださいね。